あーやばいやばいやばい、ちょちょちょ待って待って、ちょ戻る。あ、びっくりした。今さ、あのキングオブアワビ出して一緒にはいどうもーってやろうとしたらいきなり死にかけたっていうね。もう気をつけようこれから。ということで、あー、ともはるです。ということで、ポケモンもっと続きやっていきましょう。ということでね、前回ライブをやりまして、ライブ来てくださった方ありがとうございます。来てくれなかった方は呪います。嘘です。まあまた次回ねやるかもしれないんで、もし来れなかった人いたら、ぜひね次回来てもらえたらなと思います。それではね、続きやっていきましょう。ということで、ライブで、パソコンを作りました。こちらですね、まあ従来のポケモンのパソコンとまあ一緒でして、でここ見て、この作り込み半端なくねっていう話終わり。でこれ、あのポケモン預けられるんですよ。はい、この右クリックするとこのように、今まで捕まえたね、あ、これは生放送で捕まえたやつですね、多分。ココドラと、ディグダ、これ洞窟の中で捕まえました。はい、で、前回あったルガルガンと、あと、メブキジカ、はい、が、ちゃんとここに預けられているんですけども、まあ、こいつらにまずは名前をつけていこうと思います。まあ、まずは名前でしょうと。で、ちょっとデスバードをね、ちょっと降板させたいんだけど、コメント欄で意外とデスバード人気が高くて、デスバードを育てる多いみたいな、なんかそういうコメントがたくさんあったので、次回生放送やるときは、デスバードを育てる放送するんで、その時までちょっとレベル12だとさすがにね、戦力にはならないので、ちょっと預けていこうかなと、思いますと。ね、まあ、ボルテックサイは多分人気もないし、特になんかレベルも低いしなので、多分一生ではないでしょう。ということで、まあ、とりあえず、アワビとか、ちょっと、ゴッドバード、あと、ゴッドバード育てるまで乗れるみたいな話も聞いたんで、ぜひこいつ育てていきたいんですけど、とりあえずこの4体にちょっと名前をつけていきたいなと思います。それではまず、ルガルガン。いや、こいつはね、かっこよ。かっこよ。こいつはぜひね、強そうな名前つけたいな。ルガルガンか。これタイプなんだっけ？タイプは、これ岩だよね、これね、多分。岩だよね、うん、岩だ。そうか、岩タイプって、どうしようかな。ダイヤ。ぜひね、こいつには、ただの岩じゃない。ダイヤになってほしいという思いを込めて、ちょっとダイヤと名付けさせていただきます。ダイヤ、よろしくな。ルガルガンのダイヤ。超かっこいい。で、次。メブキジカ。こいつもなかなかレベル44は高いよね。しかも、草タイプ。ステータス技。うん、なるほど、なるほど。草ノーマルと。よっしゃ、名前つけていきましょう。メブキジカ、鹿か。鹿ね。ガゼル。かっこよくない？ガゼル。よろしくな、ガゼル。よろしく。メブキジカのガゼルです。よろしくお願いします。ということで、次、この辺は多分育てれば強い。ココドラ。いや、ぜひね、ボスコドラになってほしいんだけど、おこいつ、岩と、なんだっけ、これ、鋼か。岩と鋼ね、オッケー。ココドラ。ジェイソン。なんか仮面がなんか仮面、ジェイソンの仮面っぽかったんで、ココドラのジェイソンです。強そう。次、ディグラスね。これも決まってます、俺の中で。はい、ペニーです。ペニー。なぜなら、形がちょっとチンコっぽいからです。よろしくお願いします。ディグダーのペニーです。多分一生使わない。捕まえといてなんだけど、多分一生使わねえわ。ということで、スターティングメンバー決めましょう。ちょっとで、今回ちょっとやることなんですけど、まあ、そろそろね、パーティーも温まってきたので、ちょっとトレーナー倒しに行きたいなと思います。その辺にいるトレーナー、多分、強いモンスター出してくると思うんでね、本格的な、まあ、ポケモンバトルが楽しめるだろうということで、ちょっと、トレーナーに挑みたいと思うんですけども、じゃあ、ちょっと、そのトレーナーに、やっぱトレーナーつってもね、やっぱ多分強いと思うんで、まあ、それなりに強いパーティーを作らなきゃいけないんですけど、じゃあ誰作るかって話ですよ。誰も連れてくかって話ですね。まあ、ジェイソンは交番でしょ。で、このオブツも交番、アワビも言うてな、焦げ技持ってねえからな。焦げ技持ってないから、ちょ、もう一体ぐらい欲しいかな。ダイヤ、ガゼル、まあ、とりあえずこれでいくか。まあ、6人揃ったし。ダイヤ、ガゼル、キングオブアワビ、正解、ゴッドバード、チーターアタッカー。なんか、めっちゃ強そう。名前だけすげえ強そう。あれ、そうだ。なんで、学習装置が作れるみたいな話聞いたんだけど、それマジかな。学習装置ってあれだよ、確か持たせてるやつに、あれか、サンムーンだと起動してると全員に行くみたい。あ、これか。学習装置。あ、作れる。アルミとグローストーン。グローストーンはね、ここから拝借して、ハイパーで増やしたんで、ライブでね。ラピスか。ラピスもあったよね。ちょ、ラピスも増やすか。ラピス。ほい。ちょ、ラピスも増やそう。ということで、ラピスラズリを、ハイパーしました。ということで、学習装置作っていきたいと思いますと。ほいの。グローストーンに、あ、ちょっと忘れちゃった。作り方忘れちゃった。こうか。あれきた。学習装置できました。これを多分、
あれだよね、持たせると こうやってね、なんか持ち物持たせられるんですよ。でこれ持たせると多分経験値が入るって感じなのかな。これさ、全員に学習装置を持たせたらさ、全員均等に入るのかな、それともやっぱ6等分になるのかな、ちょっとわかんないんだけど、ちょっと試してみるか。とりあえずキングオブアワビに持たせて、ちょっと適当な敵、お、うまい適当な敵とね、戦っていきましょう。はい、俺適当な敵ってめっちゃ俺さ、シリーズ通してすげえ言うけど全然面白くないっていうねまあ、ええー、やないの。あれ、トレーナーか。トレーナー、お、普通に欲しいんだけど、こいつ。待って、大田とバフロンが喧嘩してる。あはは、バフロン。お、こいつ強えな。ちょっとこいつ戦うか。いけ、ちょっと、じゃあ、チーターアタック、チーターアタックか。あ、戦闘チーターアタッカーになってたか。オッケー、まあ、じゃあ、とりあえず、しかもレベル一緒だし、戦っていこうか。じゃあ、いや、とりあえず倒して、キングオブアワビに経験値が、あ、じゃあ、わかった。捕まえても確か経験値入るから、こいつ捕まえてみて、キングオブアワビにちょっと経験値がどんな感じで入るのかっていうのをちょっと試していきたいなと思います。クイックウォール。しばらくお待ちください。さあ、これで捕まってくれれば、一番楽なんだけど、さあ、どうでしょう。あ、ブロックフリーか。なるほど。眠る。バカなの、こいつ。こいつ。知能が足りないやつ、あんまり捕まえたくないんだけどな。ということで、アイアンヘッツ。多いね。いい感じに減らしてる。アイアンヘッツ。ひっかく弱、こいつ。こいつ。よし、まあ、こんだけ減らせば、まあ、捕まるでしょう。ハイパーボール。あとはひたすらにハイパーボール。さあ、眠ってるから、これ多分結構、確率的には、あー、もうなんだこのボゲ。死ね、早く。くたばれ。無駄に、うちのチーターアタッカーを削りやがってよ。よーし、倒した。で、これで、あ？テイクオール。あ、経験値はね、経験値。奥さん、経験値は？で、チーターアタッカーがなんで出てきたんだろう。謎、ちょっと待って。え？でも、経験値入ってなかったよね、なんかね。なんか、ニンニクみたいなのゲットしたし。今、経験値入ってた？まあ、入ってなくね、なんか。え、バグ？わかんね。戦闘ダイヤで、他のやつ、オナが飛んでら。お、ズバッとか、ズバッとはちょっといらねえな。お、あれはザングースだね。ちっちゃかわいい。レベル37か、まあ普通、ちょっと、ついで、あ、ニャースか。でもニャー、俺かわいいやついらないんだよ。もっとなんか、男の中の男なんか、寛明みたいな。俺、寛明って名付けたいんだよ、早く。ポケモンに、寛明と名付けるに足るちょっとポケモン現れてほしいんだけど。ちなみにね、俺、裏作業でちょっと、この辺探索して、砂漠とかも見つけといたんで、バイオームによって出る。あ、じゃあちょっと砂漠行って、ちょっとなんか捕まえてみよっか。いや、なんか、趣旨がどんどん変わってきてるんだけど、なんか砂漠とかにさ、多分強そうなのいるでしょ。俺、あとなんか、炎タイプにちょっと、あれ、憧れがあるから、ぜひね、ヒコザルとか、欲しいんだけども。お、ゴローンいいね。俺、こういうやつが欲しかった。レベル32か。まあ、いいや、ちょっと。まあ、ダイヤレベル30だし、ちょうどいいっしょ。あ、岩 VS 岩だ。あ、まあ、じゃあ、まずクイックボール投げて、クイボ投げて、よいしょ。すげえ、鳴き声もかっこいい。うっほーっつった、今。さあ、これで捕まってくれれば一番ありがたいが、よーし。あ、これ入って、経験値入って、ダイヤ612。あ、なるほど、入るね。なるほどね、オッケー。でさ、ちょっと試したいのが、これ複数持たせた時に分散されるのかっていう話ね。ちょっと試してみていい？ちょっと学習装置をハイパーします、今から。ということで、学習装置をハイパーしてきました。ダン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 って。で、これでみんなになんか均等に入ったら最強だなって思うんだけど、多分、ポケモンの使用上分散されるよな。お、なんだ、バルチャイ。バルチャイってこんなちっちゃかったっけ？お、夜が明けてきたね。え、なんかでけ、え？ピジョット、これは捕まえるしかない。え、しかもこれメガピジョットじゃない？え？あれ？これピジョットってこんな格好してたっけ？あれ？あ、ボスだこれ。ボス3って書いてある。あ、ボスか。なるほどね。じゃあまだちょっと戦いは挑めないと。なるほど。見にくいんだよ。こんないないの？あ、いた。あ、ポカブだ、ポカブ。お、なんだあいつは、おい。あいつ捕まえるしかねえな、おい、ちょっと。こいつはぜひ欲しい。レベル56、ちょっとトレーナーじゃない。いけ。え？カバルドンズサンドストリーム。ビップドアップはサンドストーム。あ、砂嵐か、なるほどね。ダイヤには荷が重いかな。まあ、いいや、最悪死んでいいや。クイックボール。捕まれ。奇跡的に捕まってくれ、これで。チーン。うわー、ダメだ。うわ、つーえ、マジか。